高い演技力で多くの映画やドラマに出演し活躍している俳優の岸谷五郎さん。彼には息子がいるのですが、俳優になったという噂もあり、とても気になりますよね。学校はどこに通っているのでしょうか。今回は岸谷さんの息子に関する情報をお伝えいたします。それではお楽しみください。岸谷五郎のプロフィール。本名岸谷五郎。生年月日1964年9月27日。身長175センチメートル。出身地東京都武蔵野市。最終学歴東京都立小平高等学校。所属事務所アミューズ。第一章、岸谷五郎の息子は俳優ではない可能性が非常に高い。多くの映画やドラマで名演を見せ、長年俳優として活躍を続けている岸谷さん。彼は1996年6月28日に5人組ガールズバンド、プリンセスプリンセスのボーカルだった奥井香織さんと結婚をして話題となりました。夫婦仲はとても良いようで、岸谷さんは2022年に出演した番組でも妻の良さを語っていました。そんな二人の間には、長男と長女という二人の子供が生まれています。どちらも気になりますが、同じく俳優をしていると噂されている。息子がどのような人物なのか、知りたいですよね。岸谷五郎、息子、と検索をすると、俳優というキーワードが多数出てきます。父の後を追って、俳優業に挑戦しているのでしょうか。岸谷さんの息子に関して、俳優になっているのかどうか調査を行ったところ、それを裏付ける情報は全くありませんでした。妻である、香織さんのブログに掲載されている内容から、2022年現在はまだ学校に通っているようです。もちろん、学校に通いながら俳優もできますので、可能性が全くないというわけではないでしょう。しかし、どうやら海外の学校に通っているようです。現地で俳優をやっている可能性も考えてみましたが、学業との両立は非常にハードルが高いでしょうから、そういったことはしていない可能性が高いのではないでしょうか。香織さんのブログを概要欄に掲載しております。気になる方は、ぜひチェックしてみてください。息子が俳優という噂があるのは子、三浦春馬との関係から。岸谷さんは、2020年に亡くなった、俳優の三浦春馬さんとの絆が深いことで知られています。チャリティーイベントを一緒に行うなど、非常に近い関係だったのでしょう。岸谷さんが三浦さんのことを呼ぶときに、間違って息子の名前で呼んでしまうこともあったようで、それこそ息子のように可愛がっていたのかもしれません。改めて、彼が若くして亡くなってしまったことが残念でなりませんね。話を戻しますが、こういった関係性から、岸谷さんの息子が俳優であるという噂が出たのかもしれません。第2章、岸谷五郎の息子はアメリカの学校に留学している。岸谷さんの息子に関しては、妻である、香織さんのブログによく情報が出てきます。それによると、どうやらアメリカに留学し、現地の学校に通っている可能性が非常に高そうですね。そうなると気になってくるのは、どこに通っているのか。息子は2001年7月7日生まれなので、2022年で21歳を迎えます。アメリカには短大、プレップスクールなども豊富にあるので、どの段階の学校に通っているのかは何とも言えません。岸谷さんの息子は、早稲田実業高校に通っていたという噂もあるので、学力は相当高いのでしょう。そのため、順調に行けば、大学に通っている可能性が高いのではないでしょうか。日本人の留学先として人気があるのは、やはり東海岸ではニューヨーク、西海岸ではロサンゼルスになります。しかし、学力が高いということを前提にすれば、ボストンという選択肢も出てきます。特定はできませんが、この3地域のどこかにある大学に通っている可能性が高いのではないでしょうか。第3章、岸谷五郎の息子の名前は不明。岸谷さんの息子の名前が気になりますが、一般人ということで明かされていないようです。
プライバシーに配慮すれば当然の話ですよね。しかし、岸谷さんの妻である香織さんは、息子のことをちびごと呼んでいるようです。これは子供の頃、岸谷五郎さんの息子ということで。小さな五郎、イコール、ちびごとなったようですね。世間でも、その名前で認知されているのかもしれません。プリプリのボーカルだった香織さんと結婚し、長男と長女がいる岸谷さん。息子に絞って調べてみましたが、いろいろと興味深かったですね。俳優であるという噂もありましたが、アメリカの学校に通っている学生のようですね。名前に関しては、ちびごと呼ばれているようです。卒業後の進路についてどうなるかはわかりませんが、もしかしたら現地でハリウッド俳優を目指すなんてこともあるかもしれませんね。いつかメディアと通してその姿を見ることはあるのでしょうか。ついつい気になってしまう存在です。ご視聴ありがとうございました。